このシートバッグの最大の特徴、それはシートバッグでありながらタンデム対応なんですよ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。お疲れ様でございます。スライディングエースしまうまです。今日はですね、私が使っているシートバッグをご紹介したいと思います。はい、ゴールドウィンのタンデムシートバッグ 22GSM1760121 になります。これはですね、19リットルから22リットルに容量が可変するタイプですね。はい、では見ていきましょう。外見こんな感じですね。もうこれ、シートにつけた状態です。で、このシートバッグは上側と下側、上側と下側に、2室があります。で、一番上にこう細いね、はい、平らな、これ上メッシュの生地なんですけど、ポケットがあって、1、2、3と3つ入れるところがあります。はい、じゃあ下から見ていきましょうか。はい、一番下の2室がこんな感じですね、大きさ。まあちょっと大きさ比較するものとしてですね、これ私が使ってるレインウェア、ちょっとね、多分通常、まあバイク用なんですけど、売ってるものでちょっと大きめかと思うんですけどね、入れるとこんな感じになります。はい、そして分かりやすいように500ミリのペットボトル、そしてまあこれブレキュールードなんですけど、1リットルの、まあオイルの缶と思っていただければいいですよね。はい、こんな感じ、比較しやすいようにですね、いろんなものを用意しました。はい、これみんな大好きフューエルバン、はい、こんな感じ。はい、で、今度次は上の2室いきましょう。はい、上の2室はこんな感じですね。はい、じゃあ先ほどの500ミリペットボトルフューエルバン、そしてちょっと無理がありますけど、オイル1リットル、まあこんな感じですかね。うん、まあカッパーを入れると、ちょっとね、これ大きいんであれですけど、ちょっとこれ多分閉まらないかな、ギリギリ閉まる、こんな感じで。これは可変タイプなので、この上の2室が少し大きくなります。はい、この分だけ、この分だけ上の質が大きくなります。なので、こうお土産とかね、買った時はちょっとこう入らなければね、伸ばして、入れることができると。まあこの状態、通常の状態で19リットル、伸ばして22リットルっていう形ですね。で、これだけ伸びると、この大型のカッパも余裕ですよね。こんな感じ。はい、で、これにはですね、これ防水じゃないので、レインカバーが付属してます。こんな感じ。そして、まあこれをかけると、こうして、まあ、雨の日はレインカバーをつけて使うと。まあ、このレインカバーないとですね、結構中濡れちゃいます。そして、まあこれですね、ちょっと分かりやすいんでこっち側にしときますけど、結構高速とか走ってるとバタバタして飛んでいきそうになるんですよ。で、これこうコードが2個ついてますんで、中間と下でこう締めることができます。ね、これ便利ですよね。これでね、今まで飛んでったことはないです。
ね、まあ、結構コストが走るとこうバタバタはするんですけど、こう空気が入って少し浮き上がったりするんですけど、まあ、この2本のコードがあることによって飛んでいくことはないと、はい、いうレインカバーです。はい、でですね、このシートバッグの最大の特徴、それはシートバッグでありながらタンデム対応なんですよ。どういうことかっていうと、実はこれこういうふうに、はい、この荷室部分がですね上に上がるようになってるんですね。そして上げた時は普通にタンデムシートとして使えると。これすごいですよね。まあ、私これがついてるからこの実はシートバッグを選んだんですけど、まあ緊急時、例えばツーリング一緒に行った、ね、人のバイクがトラブって近くのバイク屋まで乗せていかなきゃいけないとか、まあ、レッカーで移動した後に、乗せなきゃいけないとかっていう時、これ便利ですよね。まあこれをねこうしてバックルでシートに固定しているんですけど、まあタンデム時は外して逆ですね、今まで前についていたこのバックルをですね伸ばして下側につけると。で今まで上というか後ろにねついていたバックルを伸ばして、通常時はここですね、こっち側なんですけど、ここね、ここにつけるんですけど、タンデム時はこのもう一個バックルがついていて、ここにつけると、まあこれ以上後ろに行かなくなると。まあタンデムの方が背もたれっていうかね、はい、よくかかってこう後ろに体重はかけられないと思うんですけど、まあこういうことでタンデム時も使えると。これね結構便利です。私ツーリングの時はだいたいこれ つけていくんですけど、まあ1泊2泊ぐらいまで行けますね。まあ私荷物が少ないっていうのもあるんですけど、まあそれでも撮影機材があるので、まあ、ジンバルだったり、バッテリーだったり充電器だったりがあるんですけど、まあそれでも、まあ、これで足りない時はですね、タンクバッグをつけていけばですね200ぐらいのツーリング、まあ、ホテル、まあ、キャンプじゃなくてねホテルとか旅館の宿泊のツーリングですけどであれば私には全然余裕というかね、うん、十分な大きさがあります。はい、はい、今日は、私がいつも使っているゴールドウィンのシートバッグご案内いたしました。シートバッグをね購入検討されている方の、少しでもご参考になればと思います。もし何か、ご質問等あればコメント欄でいただければ、はい、できる限りお答えしたいと思います。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録グッドボタンしていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さんご一緒にアローハー。